えりぐりパイピング始末の縫い方を説明します。バイアステープはあらかじめ出来上がりに合わせてアイロンで折っておきます。バイアステープの端はまっすぐ切り落としておきます。バイアスの端に縫い代分として1センチの位置で印を入れておきます。襟ぐりにバイアスを合わせていきます。身ごろの裏側からつけていくので裏側に返します。襟ぐりの裏側にバイアステープを広げて合わせていきます。身ごろの肩の縫い目と先ほど印をした1センチの位置を合わせていきます。縫い代の端同士をぴったり合わせて、襟ぐりのカーブに合わせてバイアステープを引き気味に合わせていきます。襟ぐり全体に待ち針で留めました。バイアスの端を輪につなげていきます。肩の縫い目に合わせてバイアステープにまっすぐ印を入れます。印から1センチの縫い代をつけて切り落としていきます。最初の待ち針を抜いてバイアスの端同士を中表に合わせていきます。バイアスの端から端までミシンで縫っていきます。ミシンで縫えたら縫い代を5ミリに切り落としていきます。縫い代は広げて肩の縫い目と合わせていきます。襟ぐりの出来上がり位置に合わせてミシンで一周縫います。襟ぐりがミシンで一周縫えました。身ごろを表に返してバイアスを折っていきます。アイロンで折った折り目に合わせて表側に折っていきます。その時に先ほど縫ったミシン目が見えないようにかぶせていきます。全体に待ち針を留めました。バイアスの端をミシンで縫っていきます。バイアスの端がミシンで一周縫えました。襟ぐりパイピング始末の完成です。